ドキドキユリココロ。豊かな緑に囲まれ、暑さが厳しい日でも涼しげな渓流。ここに渓流釣りに挑戦するためエリコがやってきた。今回は初めての渓流釣りのためにこの大自然にやってきました。気持ちいいですね。もうこの中で釣りをするのが楽しみです。なので早速釣りを教えていただく方と待ち合わせしているので行ってきます。井上さん、お待たせしました。どうもどうも、こんにちは。こんにちは、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。正面やや下の渓流釣りを教えてくれるのは井上聡さん。子供の頃から川での釣りに親しんでいるエキスパートだ。釣ることができました。渓流の川で釣りをするには遊漁券が必要。事前に販売店をチェックしておき購入。そして釣りをするときは必ず携帯しなければならない。2人がやってきたのは群馬県を流れる利根川水系の練川。今回のターゲットはヤマメとイワナ。どんなタックルを使うのか教えてもらおう。今回使用するのはこの天平という渓流竿を使います。はい、ここに5メートル40、5メートル80、そして6メートル10、61、はい、水深が書いてありますね。そうそう、これっていうのはスリーウェイズーム。そう、フィールドの大きさに合わせた長さで竿を持っていきます。この渓流っていうのは山奥もあるし、はい、誰でも楽しめるようなね、こんな規模の小さいところも渓流って言います。すごいのどかですよね、流れも。そう、危険なところを避けて美しいヤマメを釣れるし、それでこの雰囲気も味わえるじゃないですか。そういったところから入門してもらいたいんですよね。はい、竿に仕掛けをつけます。初心者ということでもう出来合いの仕掛け、もう天井糸から針まで全部できてる仕掛けを使います。はい、ここに目印、ね、この目印がいろんな当たりを教えてくれます。そこにね、重りがつくとコリコリってなって、そこは重すぎるからダメだよとか、はい、ツンツン今のが当たりだよとかってみんな教えてくれるのがこの目印ね。もうこういう具合に上から下まで全部もう出来合いをもうつけました。はい、ただし渓流というのはいろんなトラブルがあります。上に木々があったり、はい、もちろん根がかりでラインを切ることがあります。ですからこの針の部分だけは、はい、市販されているものをまた購入してもらって、この部分だけは結び直しましょう。続いて餌について。川にいるのは川虫といって、はい、石の裏に平田だとか黒川虫がいます。うん、それを主食としてるんですね、ヤマメは通常。ただこういった渓流域っていうのは取るのがちょっと難しい。初心者の人はやはり釣り道具屋さんで揃うもの、はい、これをね買ってくるのが一番ですね。ええ、ということで今回はイクラ、ミミズ、ブドウムシの3種類を使用する。針をね一回刺してもちょんがけっていうの、はい、これで十分。これに重りを水の深さだとか速さに応じて重りの大きさを速ければ重たく、深ければ重たく、浅ければ小さく、流れがゆったりならば小さく、そんな感じで流れに対して重りの重さを決めてあげればもう釣りは確立します。なるほど。次に魚がいる場所の確認。明確に分けることはできないが、ヤマメとイワナは若干好む場所が異なる。分かりやすく模型を使ってまずはヤマメがいる場所から教えてもらう。ここだったらエリコさん どこでご飯食べます？流れてきた餌を。そうですね、どこですかね。私ビビリなんで多分岩の影とかにいます。いやいいとこですね。ちょっと岩な系ですね。餌というのは上を見てください。流れが上流から下流に向かってますよね。はい、上流を見ると大概の流れは
あそこの部分が背落ちといって、すごく白泡が立ってます。そんなところは餌が落ちてきてもすぐ食べられないじゃないですか。そしてあの白尾のところにいたのでは泳ぐのに疲れてしまいますよね。流れてきた餌が餌と分かって、はい、楽して一日食べられるようなところに生息してます。例えば真ん中で緩いここだとしますよね、はい、一日待っても餌が流れてきません。なぜなら流れというのは流れに筋がありますよね、はい、そこの方に行かなければ上から上流から流れてきた餌を食べることができないんですね、はい、先ほど言ったようにこの白泡のところでいたのではほら流れ強いですよね。そうですね。ここでは餌が流れてきても食べられません、はい、ですから楽ができて食べられるところ、そんなところにヤマメはいますね。イワナの場合は先ほど言ったように臆病なんです。私のタイプなんですね。そうですから背落ちがそこにあったらここからも餌が流れてくるでしょ、はい、そんなところのこの辺にいるわけですね。あまり苦手なんですよ、はい、泳ぎが苦手であって臆病である。だからすぐ隠れる場所があるようなところにイワナがいます。また魚によっても違うところにいるですね。同じ渓流魚であってもそういった形です、うん、では餌をどこから投げ入れたらいいでしょうか。ポイントに直接投げ入れるんじゃないんですね。その通りその通り、ね、直接やったら驚いてしまう。だから上流から投げ入れて、はい、このヤマメのいるところに餌を持っていかなければ。しかも自然に。だから流れが速くなれば速いほど上流に入れないとっていうことだよね。はい、流れが速いと到達しちゃうのも速いから、遠くに入れてなじませる時間、そうそう、ゆっくりなじませて与えるんですね。なるほど。それが分かってれば釣れるという。はい、頭では分かりましたよ。いい？ちょっと基本的な知識を覚えたら次は釣り方。井上さんに見本を見せてもらう。水深に合わせてこの目印ってここに動くの。ここに、あ、はい、こう深いじゃないですか。なんかちょっとここに上げてあげる。初めはね、アンダースローでいいと思う。仕掛けを持って竿を水平にして、水平にした竿を上へこうに上げてあげる。その際これも仕掛けを離す。そうするとふわっと、これがアンダースローね。そして今度開けたところでオーバースローって言って、このまんまここに回して入れることもある。あ、かっこいい。そう、遠くへ飛ぶじゃないですか。はいはいはい、はいね、でも木々があったりするとそこでもう絡んでしまう。サイドスローって言って木の 下なんかここからピュッてここに入れるやり方もある。あ、そうそう、木があるけど遠くに投げたいときはそのサイドスロー、サイドスローと、その振り方っていうのがありますよっていうことで、うん、いろいろあるんですね。そう、例えば、うん、この手前の流れだったら先ほど言ったように上流の方から入れてあげて、ポン入ったらここでもうそのまま流して、目印をね立てる。そうするとこうやってかかる。ほら、え、ほら、あ、本当だ、います、います。かかったでしょ。早い、うん、釣れてしまったのは何でしょうってここに見る。そうするとほら、お腹がね黄色いでしょ、はい、これはイワナという魚。これかわいいだろ、顔が見てごらんよこれ、かわいいっていう感じで、これはねそーっとヒレも綺麗だし、ピャッてこう、ほら、今日初のイワナ。イワナ3頭目で釣れちゃったっていう、まあ今日こんな感じ。まずは餌をつけず仕掛けを振り込む練習から始める。片手でね持つのにはすごくね大変なので、これをもう少しこの辺持って、で肘でほらこんな具合、あ、支えるんですね。そうそうそう、そうすると楽じゃない。うん、そうですよね。これで手の筋肉まだね慣れないから、これでいてまた投げ終わったらここに手を添えてあげればしっかりするんで、こっちの手を、そうそうそう、投げ終わった後左手を、うん、まずは餌もつけずに、はい、とりあえずポッてやってみて、そしてスッ、おー、いった、そんな感じ。なるほど、うん、それでもう少し元気よくやれば、はい、その加減でどんどん遠くへ飛ぶし、
近くだったらそんなに影いらないし、はい、もう一度やってみよう。つっ、そう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 、そんな感じ、そんな感じ。ズーン、おお、その通り。飛びすぎるぐらい、ちょっと元気が過ぎましたか、ね、そうそうそう、そんな感じだよね。いろんな状況に対応できるよう、はい、オーバースローにもトライ。今分かった？結構勢いよくですね。このラインが自分より離れたらギュッ、このぐらい力入れていい、はい、ね、いいじゃん、いいじゃん、そこそこ、入った、入った、いい、入った、上手。そこで目印をぶらさないようにスーッて、そう、いい感じ、いい、上手上手。いや、そこで餌つけてみよう、ちょっと、はい、何かが起きるような予感。練習もそこそこに、餌をつけて実践に移る。いくら2つつけました。じゃあ、よいしょ。お、いいじゃない。そしたら両手で、両手で持って目印を、そう、そのままじっと待ってて、ゆっくり流れるから。本当にゆっくりですね。うん、当たった。おー、来しまった。嘘、1投目で1投目で釣れました。1投目で釣れましたよ。うん、上へこれを上げれば、上に上げれば、後ろに倒せば、あー、後ろに倒せば、近づきました。すごいすごい。あ、さあ、いいんだよ、失敗しても何しても初めてのなんだから。おいで、よいしょ、やったやっと取れました。イワナです。すごい。先ほど見てたら、どん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 魚を寄せたくって上を持っちゃうんだよね。上を持っちゃうと、どん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 魚が行っちゃうんだよね。やっぱり竿尻の一番下を持てば、それだけ魚との距離が縮まるわけなんだよね。竿を後ろ側にすれば、ラインっていうのはどん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 自分に寄ってくる。だから魚も寄ってくる。タモを出してあげれば取れるよっていうことですよね。ありがとうね。ビギナーズラックだが、魚を見て闘志に火がついた。上の方、ここからが本番だ。 OK、 それでいいよ。で、静かに目印を立てる、はい、そうそう、ゆっくり立ててる。川の流れに乗りましたね。そうそうそう、それが大事なの。あんまり踊らないようによ、ゆっくりと。踊るっていうのはどういうことですか？今踊ってるがね、踊るっていうのは目印がブレるっていうこと。ブレてると当たりだかどうかとわからないですね。目印を安定させて流すのがキーポイント。し、そうしないとどれが魚の引きか見分けることができない。魚の気配がないので場所を移す。自分の足でポイントを探すのが渓流釣りの基本だ。そのままでいいよ、そのままでもいいよ、その筋入ってるから。来たか、来てないか、それ石に止まった。あ、びっくりした。これがびっくりしたものはもう、あちゃ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 やっちゃいましたねだからこういったことがあるから、替えの針も必要だしっていう。そうですよね。そう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 、もうこんなね、あの木が生い茂ったところでやるのが渓流だから、うん、それでいっぱい覚えていくから。渓流釣りはね、楽しいのは分かるよね。どんどんのめり込んで上流に行っちゃうけども、やはりね、一に大事なことは安全だよね。安全っていうことが大事、はい、ということは、このまま徐々にね、日が暮れようとしてる時に山奥へ行ったら帰れないじゃない。そうですね。そういう時はもう、あのスパッとやめて帰る。また少し濁ってきて、枯れ葉がたくさん流れてくる。上流を見るともう暗い、はい、上流の方でたくさん雨が降ってる。だから急増水が始まるかもしれないっていうことを川も教えてくれてる、うん、そういったね、ところまで見ていると、はい、安全が自分の方にもらえるから、楽しい釣りがより一層できるっていうこと。なるほど、うん、日が暮れてこの日はここまで。翌日も覚えることは山積みだが、楽しみながら頑張ろう。